皆さんこんにちは妙流寺住職の水野ですご縁に感謝いたしますこの動画を見ていただきましてありがとうございますこの動画を見ていただいている方の中でですね一つの仕事を続けることができなかったりとかまた行く職場行く職場で不思議と人間関係がうまくいかなくて辞めてしまったりとかですね これといった理由や事情がないのに、えー、無償に、衝動的に、えー、仕事に行くのが嫌になって辞めてしまったりとか、また精神が過敏で、えー、人に会うと疲れるので会社に行けなくなってしまったりとか、そのようなことでね、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度当事院にご相談してください。きっとお力になります。